駄菓子タクシーしてる駄菓子飴飴飴とか駄菓子バーってあいっぱいあるんですか。写真多分出てる。俺もそれ乗ったよ。あそう駄菓子もうわーって、はい、選べるんですか。もう駄菓子屋さんみたいな感じだろ。佐川さんじゃなかった。佐川さん、でも名古屋の伝説的なドライバーです。アイルトン佐川のことでしょ。うん、どうロケバスの仕事を始めて一発目のロケが僕らの、ね、はい、番組だったんですけども、うん、まあ、ちょっと張り切りすぎて、はい、あの捕まるという、スピード違反です。ちょっと出しちゃったの。あらまあ、うん、そうやってもうほん絶対に新幹線の時間とかに真似ます。絶対真似ます。あ、伝説の伝説のでもうそうアメニティっていうのなんていうのさあ、まあ、しっかりこの人はこのお菓子が好きだとか全部インプットされてて、すごいですね。でヒデさん納豆好きだから、僕だけ納豆用意されてます。納豆用意されてそれも日本中の納豆みたいな。あのとりあえず北と、まあ、真ん中ぐらいと南があって、え、納豆だけ食べるんですか。ご飯じゃなくてロケ弁に納豆を、すごい絶対いやもういいですからって言っても、うん、すごい最近はもうビールとそう、もうチューハイと、あ、いやヒデさんちょっとこれあの新幹線で言ってすごいだーあと納豆いや俺好きだけど新幹線だとやっぱ、隣の方になとか思いながら、え、ここのあのなんていうの、運転席と助手席の後ろのところにこうかけるところいっぱいあるじゃん。そこにうまい棒だとかいろいろ貼ってて、あと扇子とうちわ、あ、そう多分扇子派とうちわ派がいると思ってる。すごい量。そう、俺はもうエアコンでいいんだけど、ちゃんと全部用意全部。すごいですね。噂では本当東名高速でポルシェを抜いたっていう噂があります。ちょっとやばくないですかそれ。でもまあまあ間違いなくワープ。知ってるよ、わかんないよ。その坂部さんが通ったとあの火がブワーってバックトゥザフューチャーみたいな、デロリアン。でも安全運転なんですよね、やっぱり。もちろんメリハリがそれもちゃんと法定速のルールを守ってる、だけども間に合うってことはね、途中でなんかファーンとこうワープみたいな、坂部、ね、坂部マジックを